はい、バーチャル美少年の田崎由香です。今回は白星さんのお悩みや懺悔を由香が聞いて答えてあげようと思います。それでは行ってみましょう。由香様はじめまして。お悩み相談をしてくださるとのことで、でも自分に自信を持ったり、由香様のように自分の好きなところを見つけられません。自分の長所を見つけるきっかけやアドバイスなどがございましたら、ぜひお願いしたいです。自分に自信を持ってる人って大体自分を無条件で愛してくれる人がそばにいるんですよ。だからそういう人がいない人はうかが無条件で愛してあげるから自信持ってください。次、大学の前期入試で A 判定だったのですが、本番で慌ててしまい多分失敗してしまいました。また別大学の後期試験があるのですが、本番に弱い自分に何かアドバイスをください。よろしくお願いします。落ちても死にゃしないよ。天才だからいろんな戦争を見てきたけどね。健康ならそれでいいんです。受験は学校を潰す気でいくっていう眼力で挑むと大体勝てます。次、カフェインがやめられません。どうしましょう。代わりに僕を見ろ。はじめまして、お悩み相談です。3年前から大学の同じサークルの人に片思いをしてるのですが、その人が半年前に後輩から告白されて付き合い始めました。自分はどうするのが正解なのでしょうか。奪えばいいんちゃうかな。だってなんだろう、ラブラブカップルとか妻子持ちだったらそういう寝取りは良くないけど、でもそんなポットでの後輩でしょ。その博士さんはそのサークルの人にずっと恋してたんでしょ。奪いな。うか様のように自分の理想を体現すべく、バーチャル YouTuber を志して、アカウントだけは作ったのですが、予想以上に多くの方と交流し、多くの応援をいただきました。でも、いつ動画投稿ができるかも不明瞭なままであり、周囲の方々に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。何らかの形で応援してくださっている方々に恩返しをすることはできるでしょうか。投げキスしな。うか様、私の悩みは人の名前が覚えられないことです。この前2年間一緒だったクラスメートの名前が全然思い出せませんでした。うかも覚えられない。一緒だね。就活生です。僕は生まれつき茶髪なのですが染めるべきでしょうか。面接での第一印象が悪くなってしまうのではないかと心配です。茶髪で落とす会社は大体草だから、その分いい会社に入れますよ。やったね。懺悔します。女 VTuber ファンですが、男性 VTuber の方を応援することに罪悪感を感じます。女性ファンからの行為を迷惑ではないかと声を上げて応援することができません。好きだと思った時に好きだと言えない自分にうんざりします。難しい問題ですねこれは。でもうかは君の応援はウェルカムだから、うかにガチ恋してもらえるよう頑張ります。うか様、こんにちは。お悩み相談ということなので、早速相談させていただきます。イラストを描くのが好きですが、上手い人と比べてしまい劣等感に苛まれます。うかも昔は絵一本だったけど、だんだんしんどくなって彫刻やったり、こういう活動もしたり始めたから、一回絵から離れてみるのも手だと思います。でもやっぱり絵が好きって言うなら、それはもう描くしかありません。描きましょう。漠然とやりたいことはあるのですが、諦めてしまって無意に日々を過ごしてしまっています。過去の挫折を忘れて自分の人生と向き合うにはどうすればいいでしょうか。偉い人は言いました。人生はことをなすにはあまりに短く、棒に振るにはあまりに長いと。というわけで、さっさとチャレンジして気持ちよく死にましょう。まあ今日はとりあえずこんな感じでいきましょう。なんだろう、うかにとっては白星さんとか自分の動画見てくれる人って自分の子供のように愛おしい存在だから、やっぱりこう悩んでたり落ち込んでたり他人を憎んだりしてるところを見ると悲しくなっちゃいます。なのでそういう気分になった時はうかに相談してくれて構いませんからね。みんなの心の健康が一番です。というわけで、田崎うかでした。